な評判が必要だから、将来世代に払ってもらいましょう。今の若い子たち、抜きでそういう政策決定とか、なされてリスクがあるからできないんで、ネット投票をすると、こういうメリットがあるから、それを俺にはどうしたらできるっていうのは、現職に出産した意味ということです。自分で今、3万人くらいいますけれど、現職で出産した意味はたった300人ということで、次世代の方にはしっかりお金をかけて、そしてまあそれが日本全体の社会を豊かにする、政治変えたいなとか、なんとかしてみたいなと、ぜひその気持ちを乗せて、投票していただきたいなというふうに思います。そしたらですね、そして一体は政治は変わるんだというふうに思っています。日本維新の会、衆議院神奈川第5選挙区支部長として活動している草加邦衛といいます。衆議院神奈川5区ってどこなのって、泉区と戸塚区が含まれてまして、こちらの5区を活動拠点として、今、衆議院議員を目指して活動しています。で鎌倉市議会議員をですね、昨年10月までしていて、19年目で辞めて、今、国政を目指して活動してるんですけれども、この前はですね、ブルーラインの館場駅で、こうやってマイク持って、ビラを配ってたら、多分皆さんぐらいの高校生ぐらいの男の子たち3人が自転車で走り抜けながら、俺たちも国会議員になりたいですって言ってくれて、私ね、すごい嬉しかったんですよ。政治と金とか、こんだけいろんなニュースが出てるのに、若い子たちが、あ、国会議員やりたいって言ってくれるんだって、すごい嬉しかったです。私たち日本維新の会は今18歳から投票ができますけれど、それに加えて18歳から立候補できる18歳の非選挙点というのも公約に入れてまして、その公約が実現できれば高校生そして大学生衆議院議員の子も誕生する、そういったことも目指しながら活動をしています。中学校の時にある新聞を読みまして、日本の女性は、まあ、学校を卒業するとその就業率が高くなるんですけれど、子供を産んだり育てたりする時はその就業率が下がって、そしてお子さんが大きくなるとまたその就業率が高くなるという、この就業率がちょっとアルファベットの M に似てるんで M 字カーブっていうのをですね、中学校の時に新聞記事で読んで、でその新聞記事の肝は、日本の社会は女性が、まあ、子供を産んだりそして育てたりするのと仕事の両立は難しいんだっていう内容でした。で私その記事を読んだ時、漠然と私が大人になった時はこういった社会は変わってるんだろうなと思いながら大人になったんですよ。全然変わってなかったんで、その衝撃が一つ、あともう一つ、大学を卒業してからちっちゃい旅行会社に入りまして海外営業職に就かせていただきました。とか一人で 2,3 週間海外営業に行かせてもらったり、その時にですね、海外の人から日本人のお客さん本当にマナーがいいとか、日本の会社とても信頼できるっていう話をもらいまして、海外の人たちに日本ってすごい信頼をもらってるんだっていうのをこう肌身で感じて感動して、この信頼はぜひ次世代に引き継ぎたいなというふうに思った、ちょっとこの2点、私にそう議員という職を選ばせたきっかけになっています。鎌倉市議会議員に初当選したんですけれども、議員としていろんな仕事をしてきました。例えば日常的な相談だと、鎌倉もすごい緑とか山が多い中で、自宅の裏が大雨で土砂崩れしやすくて、家のところまで敷地に土砂が来るかもしれない、なんとかしてほしいっていう日常的な相談とか、あと保育園に入れないからなんとかしてほしいっていうお話、あとですね、学童保育がなかなか入れないとか、またその質が良くないということで、プログラムをしながらスポーツやそして地域遊びを楽しめる、そうした学童保育を作ろうってことで放課後鎌倉っ子を全域に導入したりですとか、盲導犬を連れてる方が鎌倉に来て、せっかく楽しみで来たのに犬を連れてるってことで飲食店に入れない、そもそも鎌倉は誰もがその人らしく暮らせる共生社会を目指してるのにおかしいんじゃないですかっていう話をいただいて、補助犬を連れてきても鎌倉で気持ちよく過ごせる、そういった街づくりしましょうってことで補助犬フレンドリーな街づくりをしたりですね、あとはですね、私鎌倉市議会で初めての現職で出産した議員ということですね、その当時の鎌倉市議会夜10時11時までやっていたり、産前産後どのくらい休んでいいっていう規定も全くなかったので、出産前は1週間ぐらい前まで議会にいたり、産んでからもすぐ復職したりですごい大変でした。本当に圧倒的に今まだ女性議員少なくてですね、衆議院議員も 10% ぐらいですし、鎌倉を含めた一般市町村の議会
会でも女性まだ 15% ぐらいでですね、出産した議員はですね、地方議員は3万人ぐらいいますけれど、現職で出産した議員はたった2、300人というところで、まあ、本当にマイノリティな存在でした。で、実は鎌倉市議会というのは 30% ぐらいの女性がいる議員で、議会でして、結構ですね、まあまあ女性いますねっていう議会だったんですけれども、それでもやっぱり出産が初めてだったということで全然休めませんでしたし、夜10時11時までやるのがもう普通なブラックな議会だったので、これをなんとかしたいということでですね、ちょっとした議会改革も行いまして、夕方6時までの本会議の運営ですとか、あとは日程の組み替えをすることで議会の時間改革、そして職員の人たちの残業もですね、まあ、減らす、そういったことも行ってきました。全国的にもやっぱりまだまだこういう女性議員とか、あと若手の男性の方もすごく少ないということで、みんなが議会の活動と両立できるのが大変だという現実がありました。ですので、全国の仲間と一緒にですね、出産しても介護があっても子供が病気の時の看護があっても地方議会の、まあ、活動と両立できるような、そうした法改正を行うということで、全国、まあ、市議会議長会、町村議長会、まあ、都道府県議長会などにすごく申し入れを行ってきまして、ルールの改正も行うことができました。できなかったことも残念ながらすごくたくさんあるんですね。まあ、例えば鎌倉の市内の企業でも、同じ仕事をしていても男性女性の間で賃金格差があったり、あと少子化や、まあ、自殺対策として長時間じゃない本当に適正な働き方改革をしようということで鎌倉市の市議会で提案しても、鎌倉市内の取り組みだけでは限界がありますよ、まあ、そういった話もいただきまして、今本当に人が少なくなってくるっていう中で、誰もが子育てとか出産したりとか、親御さんが年取った時に介護しながら働くっていう時代がもう来てる、なのに全然まだ日本の社会もですね、追いついてないっていう現状を感じてます。就職活動の方が使うナビゲーションの、まあ、調査なんですけれども、子育てしていながらも、まあ、離職を考えるとか、まあ、退職を考えるっていう方が4分の1ぐらいいらっしゃいまして、こういった現状はまだ日本の中で問題がある、だから私はこういったことを解決したいんだということを目指して活動しています。そもそも政党っていうのは、同じような考えを持った人たちがその政策を実現するために作っている集まりなんですけれども、つまりその政党はいろいろな考えを持って行動をしております。でもちろんその政党によって考え方が違うんですけれど、若者と高等教育をどうするかということで、まあ、私たち自身は完全無償化、やっぱり次世代の方にはしっかりお金をかけて、そしてまあそれが日本全体の社会を豊かにする、そういった考えを持って活動させていただいてます。私自身はですね、この日本維新の会のポリシーをすごく気に入っているので、私も日本維新の会を選んで今活動をしているところです。一緒に写真を撮ってほしい、もう会うたびに写真撮ろうよとかって言われたりとか、1期目とかの30代の時に妊娠してたんですけど、お腹をですねすごくフランクに触られたり、その時も嫌だなと思ったんですけど、今ほどハラスメントっていうのがそんなにクローズアップはされてなかったんです。だけれども今ですね、例えば市議会議員って今まで住所の公開もしてたんですよ。それが一般的だったんですけれども、やっぱり付きまといとかいろんな連絡があるとかで、もう住所を公開しないっていうふうに決めてる議会も出てますし、この議会によってはハラスメント対策条例を作ろうということも進んでますので、そういった今意識の醸成とか機運は高まっているかなというふうに思います。高校と大学の時に海外の方に日本語を教える、ボランティアをやってまして、海外の方もいろんなバックグラウンドがある、旦那さんが日本人なので全然知り合いがいないまま日本に来て苦労してるとか、お父さんとお母さんも全く日本語が話せなくて、なんとなく日本語を話したいというふうに来たりしてるとか、そういった体験もこういう職業を選んだ元になってるのかなというふうに思います。で女子大なんですけれど、今思ってよかったのが、女子大がその生まれた一つのバックグラウンドは、日本もそして世界の国も まだまだ女性リーダーが少ないってことで、その女性リーダーを育成しようというのも一つ女子大ができたミッションの一つだということを知りまして、教育の根底に流れていったかなというふうには思います。
私旅行会社って言いましたけど、すごいちっちゃい旅行会社で女性がすごく多い会社だったのに、育児休暇とか産前産後休暇とか6人取らされず辞めろっていう圧を受けているっていうところもありましたし、せっかく育児介護休業制度があって休める制度があるのに、結局現場でなかなか人がいなくてみんな忙しいから取りづらいとか、そういう話は今でもまだ聞いています。公約ぐらいはちょっと見てほしいかなというふうな話をしましたけど、皆さんが感じたここがいいかなっていう、まずはそのフィーリングで入って、ここならなんか俺のとか自分私のとか、まあ、考え方に合いそうだなと思ったら、そこに投票してもらえばいいのかなというふうに私思ってます。でそれを皆さんに分かってもらうのは私たちの責任でもあるし、教育もすごく必要だと思っていて、なんで投票しなきゃいけないかっていうのは教育現場に必要だし、あとその各政党がどんな考えを持って、皆さん私たちこんないいことしますからぜひ投票してくださいって皆さんに訴えかけるのはやっぱり私たち政党の役割なんで、それを皆さんがこうざっとご覧になって、ここかなというふうに思ったら投票してほしいなと思うので、全然悪影響ないですよ。じゃんじゃん投票してくださいよ、本当に本当に。そしたら私は変わると思いますよ。高齢者の方が圧倒的な投票ですね、 70% 以上なので、なんで若い方にまずは投票してもらったらいいかなというふうに私は思います。憲法改正のハードルはご存知より高いですよ。だからどんな政党が与党になろうと、憲法にもし書き込まれたら、この理念は、まあ、日本がやることとして法律ではない、もっと工事の憲法を変えることによって、どんな政党が政権取ろうとも、もうこれは日本としてやっていくんだという姿勢を示し、その担保を取るために憲法改正をするべきだというふうに維新は言っております。高齢者の方が増えてきてますので、そこら辺にたくさんお金を使っているっていう現状の中で、まあ、本当にそれでいいんですか。やっぱり若い人の教育の無償化とかに使うべきじゃないか。だけど若者の意見が反映されない。あとはですね、選挙権を持つ下の子たちが、全くその子たちが預かり知らないところで政策決定がされて、今こんだけお金が必要だから将来世代に払ってもらいましょうっていう、今の若い子たち抜きでそういう政策決定とかなされていいのか、そういう問題がすごくありますので、そういったことを解消するために、吉村さんは0歳からでも、結構無理無理ですよね、本当に親の意向で、まあ、投票決まっちゃうんじゃないかっていういろんな意見もありますけれど、今いる日本の若い子たちのその意向抜きで政策決定されていいのか、そういった現状があるじゃないかということを多分吉村さんが変えたいということで提起をされていらっしゃいますので、その考え方については理解できるところです。他の国の選挙でフェイクニュースがいっぱい流される中で、そのフェイクニュースによって投票行動が左右されていくような、もう事実は私はあると思っているので、一定のニュースに対するリテラシーを持って投票してもらった方が、まあ、いいのかなというふうには思ってはいるところです。それでやっぱり若い子たちが行かないとかっていうのは、まあ、投票が面倒くさいとか、そもそも投票どうしたらいいのかわからない。で親御さんたちが行けば、保護者の方が行くぞって言って連れて行けば、まあ、誰に投票するかは別として投票するかもしれないけれど、なかなか現世代の方もそんなに投票率が 70-80% いってる感じではないんですよね、まあ、なので私が今若年層の方を含めて投票率を上げるのは、これは日本維新の会に言ってますけど、ネット選挙とかネットで投票できたら私いいんじゃないかと思ってまして、投票所に行くというそのハードルを下げるのもいいのかなというふうに思ってます。若年層の方もネットで投票できれば投票もちょっと行っていただけるかもしれないなというふうにも思ってます。日本はどんどん人が少なくなっていくって言いましたけど、やっぱりこれから日本がお金をかけるのは人だと思ってるんです。教育受けたいなと思っても、その進学をお金面のことで諦める子たちも一定程度いる中で、日本維新の会は全体的に教育の消化をすることで、その底上げを図りながら人としての成長してもらうということを目指しています。私団塊ジュニア世代なんで、その時すっごい子供がいましたから、めちゃめちゃ大学できたんですよ。だけれどその大学もしっかりとした質の担保された大学だけが、まあ、統合されるような仕組みも加速していくことが必要だと思っています。どういう大学に行ったとしても、一定の質が確保された大学に行って、まあ、しっかり学んでいただくことが必要なので、やっていくべきかなというふうに思います。
ちょっと今遅れてますけど、行政のそのセキュリティ面をしっかりしたシステムを作りつつ、それを導入するっていうのは私は必要だというふうにはもちろん思っています。でもやるべきだと思いますけど、リスクがあるからできないのではなくて、ネット投票をするとこういうメリットがあるから、それをやるにはどうしたらいいか、多分今ある技術ではできると思いますけどね。一部の町では試行でオンライン投票をちょっとやったところがございまして、こういったところの推移を見ながら導入していければというふうには思っています。私は一番最初に勤めていた旅行会社で、女性が多い会社だって言いましたけど、LGBTQ の子が複数いたんですよ。でもそれってもう20年ぐらい前ですから、当時すごい悩んでいて、本当に自分はこれでいいのかというふうに悩んでいたことをすごく肌身で感じて、これじゃダメなんだろうなというふうに思って、今はそれよりは声を上げやすくなってきた社会だというふうに思ってますけど、おっしゃる通りまだまだそのパートナーシップ制度とかにとどまっていて、しっかりとした法律で守られてないというのもありますから、私はそれは推進すべきだというふうに思っています。ただその政党によって全然考え方が違うんですよね。皆さんがどんな感じであっても生きられる社会を目指すにあたって必要な項目ですから、これは進めていきますし、そういった声を皆さんから集めながら、他の政党の人とかにも、今こんな現状があるのに法律が追いついてないですよということを提示しながら、説得しながら進めていくべきだというふうに思っています。話よくされまして、そもそも私鎌倉で市議会議員してたので、鎌倉市を含むのはこの4区なんですよ。で、なんで4区じゃなかったのかって言われたんですが、実際問題として私が日本維新の会から声かけられて公募に進んだ時は、本区に日本維新の会の候補者の人がいたんですね。あと鎌倉とあと戸塚区と泉区は歴史的に同じ町だった。戸塚区も泉区も歴史があって、そして緑が多い町なので、個人的に好きですので、自分で志望してこちらの僕を選んで選考に進みました。国会議員とかあと市長とかの首長は居住要件がないんですよ。居住要件があるのは市町村議員とあと23区の議員だけでして、私これすっごい不公平だと思ってるんですよね。議員も全員市内に住んでなきゃいけないのに、市長は他の町に住んでてもいいとか、すごい不公平だと思ったので、私はこれはちょっと本当は変えていきたい。居住要件はもうちょっと柔軟に考えるべきだというふうに私は思ってはいます。少なくとも今小選挙区の300万は出してもらえるというふうに聞いています。簡単に用意できる額ではないので、はい。この供託金の要件を変えようみたいな話っていうのは維新の中から出ているんでしょうか。供託金も、はい、劣化下げた方がいいんじゃないかという議論もしています。一般市町村でも20万30万お金預けないとこの選挙出れませんので、それがハードルになって選挙出れないのは課題だなというふうに思います。私ちっちゃい頃、自分の親が住んでた地域で PTA の会長やってて目立ってて嫌だったんですよ。なのに自分がこんな職業なんで、子供に聞いてみたことあります。選挙になると街中に自分のポスター貼られて、大丈夫って聞いたこともありますけど、大丈夫だよって言ってくれたので続けてきたってことはありますね。ただ後で聞いてみると、ちっちゃい子供を抱っこした写真が未だにネット上で残っていたりと、あれはやっぱりなんとかならんかねというふうに高校2年の男子からね、子供から言われたりしたこともありますけれど、それはそれで親の食料なんで、仕方ないというか、強要はしてくれてるところもあります。議会がすごく遅くなったりとか、どうしても土日のイベントとかもいろいろあるので、家を空けることも多かったので、ちょっと寂しい思いもさせてきたのかなというふうに思います。これ一般的に働く親御さんを持っていらっしゃる子さんと同じ気持ちなのかなというふうには思います。ただそこを寂しいというふうにさせないように、それなりにバランスは取ってなんとかやってきているというのが現状です。私10月から実質的に活動してまして、ようやく半年超えてきたところで、本当にちょっとずつ日本維新の会で、女性の人がいるんだみたいな感じで思ってきてくださる人がいるのは増えてきた実感はあります。とともに、今まで自民党と立憲さんしか選択肢がなかったんで、今まで維新を応援してたのに、そもそも小選挙区で立候補する人がいなかったから、私の票どこに入れたらいいか分かんなかったから、よかったな出てくれてっていう人もお話しかけしてくださいますので、少しずつ知名度が上がってきたし、厳しい戦いってことは自分が一番承知してますが、そこに出ることによって
て、あの選択肢を示させていただいてのはよかったかなというふうに思います。党本部から活動費が出ます。活動費で、事務所費と人件費とあと印刷費用とかそういうものを賄っています。ただそれは生活費には使わないでねって、日本維新の場合むちゃめちゃ厳しいんですね。内地は今の政治資金の課題でもこんだけ私たちやるんだってバッチリやってるぐらいですから、自分たちの身内にも当然厳しいということで生活費はそこには使えません。ですので今旦那が働いてくれてますので、そのお金で一緒にやっています。維新って大阪の地域政党だったのが日本全国版になってきたんですけれども、やっぱりそういう大阪の中で公務員の人とか自民党の人たちのズブズブの癒着関係みたいのが、これはけしからんと思う人が多かったみたいで、維新っていうのはお金をクリアにどこで何に使ったかっていうのを議員さんは基本的に公表してるよね。だからそういう点ではフリーというイメージがある人が多いと思います。今ライさんが新しい総統になって、で彼自身も言ってたかもしれないんですが、台湾は今台湾の方の政権を持って、そして暮らしがある中でこういった生活を維持したいというふうに言ってます。で、それは許さないということで、中国のライ総統が就任するとき台湾を軍艦とかでこう囲んで威嚇行為をしていったっていうのもあるんですけれども、私は武力的な統一そういったことをなされるべきではないというふうに思ってます。それぞれの国の暮らしがある中で、ロシアとウクライナもそうですけれども、やっぱりその自立権を持った生活が保持されるべきだというふうに思っています。議員って楽しい仕事というふうに私思ってまして、いろいろ苦労して課題解決してこれができてよかったですっていう話とか、草加さんと一緒に話をしてこういうふうに変えてきてよかった、私だけじゃないんですけれども、議員っていうのは本当にいろんな人の話を聞かせてもらって、みんなが何やりたいんだろう、この街にどういう課題感じてるんだろうっていうふうに思って、それを課題解決するためにはどうするのか、行政の人と話しながら、あと民間団体さんの人と話しながら、こういう解決があるねというふうに、実現していく、少しずつ社会を変えられる、そういう職業の一つだと思ってます。皆さんがもし将来ですね、議員になりたいというふうに思ってくださる方がいたら、本当に嬉しいなというふうに思ってます。結局ですね、私も地方議員やってきたので、すごく言われるんですよ。どうせ政治変わんないですねとか、一票投じて何にも変わらないんですよって、すごく言われるけど、私それは違うというふうに心の底から思ってるんですね。というのも、本当に皆さんが積み上げた何千何万っていう票とかだと、本当に私たちの一票どこに行ったのかと思われるかもしれないんですが、例えば私がいた鎌倉市議会議員選挙でですね、皆さんの一票があって当選して、皆さんの一票がなくて落選して、本当に皆さんが投じる一票一票の積み重ねが、議員の誕生の礎になっているのはもう間違いのない事実なんですね。なので皆さんが本当に今の政治変えたいなとか、何とかしてみたいなと、ぜひその気持ちを乗せて投票していただきたいなというふうに思います。そしたらですね、私絶対政治は変わるんだというふうに思っています。